こちらからは発言はありません。はい、NHK の栗原です。はい、北朝鮮がですね、来月10日の、朝鮮労働党の創立記念日に合わせて長距離、事実上の長距離ミサイルの発射を示唆する、指定しています。日本政府としての、対応とですね、この受け止めについてお伺いできますでしょうか。まずこの安保理決議は、北朝鮮によるこの弾道ミサイル技術を使ったいかなる発射も禁止をしています。衛星と称したとしても、これは安保理に反するものであると、安保理決議に反するものであると、考えています。政府としましては引き続き、米国、韓国と、関係国とも連携しながら、北朝鮮にまずは自制をしっかり求めて、いかなければならないと思いますし、安保理決議、さらには6者会合合意などの遵守を、しっかり求めていきたいと考えます。オーストラリアについてですが、はい、オーストラリアのアボット首相ですね、はい、与党の自由党で党首選が行われましてですね、アボット首相の退任が決まりました。アボット首相によるですね、リーダーシップで日豪関係ですとか日米豪の関係が、進展したという見方もありますけれども、今後のその日豪関係の影響についてはどのようにお考えでしょうか。はい、14日、オーストラリア与党自由党の、党首選挙が行われて、ターンブル前、通信大臣がアボット首相を破り、党首に選出されたと、承知をしています。ただ日本にとりまして、オーストラリア、これは大切な、パートナーであり、政府としましては日豪関係一層強化に向けて努力をしていく、こうした点については変わりはありません。ぜひ引き続き日豪関係強化に努めていきたいと考えています。安全保障法制の関連法案ですが、はい、もういよいよ今週にも採決、されるのではないかという見通しですが、最終盤の国会でですね、どのように審議に臨んでいかれるお考えでしょうか。平和安全法制の審議については、昨日総理出席で集中審議が行われ、本日中央公聴会が予定されています。そして明日は地方公聴会が予定されていると承知をしています。今後の審議の進め方については、これは国会あるいは参議院で決められることですので、政府として何か申し上げることは控えなければなりませんが、平和安全法制はこの我が国の安全保障環境が厳しさを増す中にあって、国民の命や暮らしを守るために必要なものであると、政府としては考えております。説明努力は続けていきたいと思っています。すみません、先週岸田大臣ロシア訪問されるという報道がありまして、そういった事実はないということでしたけれども、今も検討状況は変わりませんでしょうか。はい、まず私の、ロシア訪問については、報道等で言われているような事実はありません。私のロシア訪問については、引き続き主従の点を総合的に勘案しながら検討していくということであり、変わりはありません。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。